せ、ジョリー。ただそれだけで事実は終わる。ほら、本体に直接拳を叩き込む。それ以外の座席は座っちゃダメだ。座席に座ったら必ずシートベルトを締めて。お前らは単なる事実だ、生存者という事実。私、お昼寝の後、お薬を飲む時間なの。本物の子供だ。九条ジョリーン、シートベルトを忘れるな。お前らの心には罪悪感が残る。アンダーワールドは戦闘パワータイプのスタンドではないが。くそ、揺れてきたぞ。ジョリーン、座席に二人ずつで座るしかない。お前に罪悪感はないの？まさか、私のせいじゃない。おい、見ろ、ベルサス。体を二つにして、その生存者の中に子供を隠した。エルメスは？エルメスは？私がお前なら、そんな安易なものの考え方はしないな。九条ジョリーンは罪悪感で弱るどころか。神父は私がやるのか。行くぞジョリーン、その穴野郎のとどめを刺せ。いつ取った？今ジョリーンに吹っ飛ばされた時にか。まっすぐに胸を張ることさえできなかったこの俺が。俺はこんなところで終わらない。俺だって幸せになる権利はあるんだ。あいつはお前らの味方なんかじゃないんだからな。兄弟であるプッチ神父が封印した悪魔の能力をな。ベルサス、お前ごとき薄っぺらな藁の家が。ヘビーウェザーだ。ウェザー、どうした？何すんだ。なんなんだ。俺が座ってた椅子だぜ。虹が近づいてくるぞ。てめえらもヤバいが、俺だってヤバい。ウェザーのスタンドは天候を操る能力。俺にはヤバいとしかわからねえが。答えろ。この虹はウェザーの記憶が蘇ったってことなのか。奴の記憶は思い出させてはならなかったのだ。さもなければ全員新月が来る前に。おれ！女性2名とは。おい、どっちだ。男2人見なかったか。どっちへ行った？なんだ！こっち来い！大変よ。ウェザーリポートは嵐と共にカエルを空から降らせたことはある。一体これは？エルメス！で、ジョリーン。まずは誰を追跡する？記憶を取り戻したウェザーリポートは敵なんだな！ウェザーの記憶ディスクも掘り起こし、この現象を止められるのかもしれない。俺だって手に入れてえな！神父のやつより先にこの病院に奴らが到着した時の地面の記憶。エンポリオならうまくやってくれるわ。父さんはこれでやっと助かる。どんな奴かわからねえが、この騒ぎだからな。きっと天国へ行ける。虹が出てる今がチャンスだ。カタツムリはオスもメスもないんだ。あの槍みたいなものをお互い差し合うと。ヘルメス！ああ、キス！ただ、これは一体何が起こっているというのだ。さらにもう一つ、酸素原子 O がくっつき、もしオゾン層に何らかの作用が加えられた場合。九条ジョリーンを見捨てて逃げるわけがないからな。ジョリーンお姉ちゃん、助けたいけど。しよう！なんだ、なんだ！エンポリオは携帯で墜落した飛行機の座席ナンバーをジョリーンに指示した。何をしたか。やべ、畜生。
まさかあいつエンポリオ。そんなわけはない。まずい、避けろ。ジョリー、あたしに構うな。それよりエンポリオ。くそ、ロープが。ジョリー、そのスローな体の動き。だがその次の瞬間、突然ディスクは消える。何？ジョリーはどこだ。おれ、アンダーワールド。ナメクジやカタツムリは潮に弱いからな。何？本物のジョータロウのディスクだ。手に入れたぞ。あんたは私に触れたから、あいつはあんたに触れたから。おお、やるじゃん。さすが元車泥棒。ん？けどどうやら現象の終焉は見えてきた。マイマイカブリって言うんだ、この虫の名前は。よウエザ、一体何してやがんだ。やつ、プッチ神父か。奴との決着をつけることだ。